がちょっと助けてください。ああ、ちょっとお母さんにパンプキンパイ作るからか助ぼけちゃてく取っだてさこいっい。て言われたけど、あ、そこの人、そこのああ、人。天気が綺麗だな。天気が綺麗とかじゃない と、あ、カエルさんも聞こぴえょんまぴょすんしてか？る。ちょっと聞こえますか？聞こえますか？聞こえますか？いた ちょっと、助けてください、ちょっと。あ、俺今助けたら、宝くじ当たるっす。本当に？どうで、お名前は？あ、自分ですか。はい。熊と申します。ちょっと聞いたことある名前だな。あなたの名前なんて言うんですか。俺の名前？聞きたい？そんなにいや、気にまあな別る？にどっちでもいいけど。え、そんな聞きたい？はい、ということでね、今回はマインクラフトでね、オアスポーンを入れてやっていきたいと思います。後ろからね、カマキリが追ってきてるけどね。あいつなんか意図的に近づいてるやろ、絶対。意図的やん、あれ。俺ら、これクリアすんのに、すごい、何年ぐらい？ 1 年ぐらいかかった。1 年ぐらいやってる。まあ、今の俺らなら、もう、過去の自分を超えていこうということで。そうね、今の俺らならね、もう多分、もう、1ヶ月もしないうちに全クリしちゃうね。マイクラと言ったら、早く気を取らないと。そんな名前とか言ってる暇ないから。よし、やりましょでも、木を掘るのが懐かしいわ。う。ああ。うわー、これ、クラフティングテーブルってどうやって作るんやったっけ？本当に言ってる。冗談や 何ん。年？やめて。そんな、知らんと思って、俺、誰やと思ってんの？逆に聞くけど。巷し、で。誰？巷でなんて呼ばれてるか知らん、もしかして。知らん。マジか。クラフティング、スーパークラフティングマンって、スーパークラフティング あいつはなんかえ？ぴったりとかんじゃん。動同きぴっじた色り。してる。なんかちょうど赤色のオレンジ色の何か見えん。あ、温泉やで。あ、温入っ泉なていいん。らあ、じゃあしい、ちょっ全と入っ然。てくるわ。うん、誰でも入っていいって言ってた。あ、でも大事なものは置いていったな。あ、大事なものは置いてった方がいい。あ、じゃああ、ここらそう。辺に全部置いとくね。あ、OKOKOK。所持品はなんか、温泉。持ち込み禁止やから。水風呂で。うん。ぽいって。あ、やだ、あ、やばい、やばい、なんか見つかった。一番 一番やったあかんやつよ 一番リアクション取りづらいやつよありいた。あれ？そういうのに？いつをここに眠る仮設住宅や 住宅ってよりかは墓って感じがするけど、住宅やん。まあいいか。え、虹色のアリいた。なんかこいつレアじゃなかったっけ、確か。レアやったね。巣を探せ、巣を。お持ち帰りするぞ。痛いな、このアクスクス。アクよスクし。スじゃない。え、なん虹で色おの前アはそんな上に乗ってんねん。びっくりした。アリ、リ。なんようか。わからんから、アリの巣だけ全部壊して持って帰ろう。腕にアリ乗った時ぐらいびっくりした。俺昨日なんか実況やってる時、ほっぺたかいいなと思ったら、ほっぺたにハエくっついてたで。便器やん、もう認識が。木登ろうぜ、木。お、こいつか。そうだよ、こいつだよ。降ってくるやつか。そう、ちょっと待って、武器作ってこなきゃ。いや、あれ、あんな降ってくるやつやったっけ？
降ってくるやつだったよ。降ってくるかは覚えてないけど、あいつだって普通に思いっきり降ってきてるやん。え、てか石の剣で戦えるかこいつ。石で挑もうとしてるけど結構強くなかったっけ。ほんま、こいつあれじゃん、バグで上から降ってきてるやつじゃん。おう、あ、いやいや、ザコイザコイザコイ。あ、いやいや、弱っ。その程度か。お前らの本気はその程度か。じゃあぜ、そんなことしたらよ、行かれちまうぜ。ここ、とりあえずこれ壊そうぜ。とりあえず怖いぜ。生えるぜ、マジで。待って、ほんとだよ、その弱さはほんと草生えるぜ。しっかりしろよ、ほんと。いや、そこにも埋まってる。おろおろ、どっか行った。友情崩壊よ。謝った、謝ったじゃん、ちょっと。え、しょうもなくねえ、中身。あ、一応さ、これ壊せばでっかい家できんじゃん。あ、ほんまや。やっちゃう。やっちゃおう。これ壊せば木材のいい家ができるよ。いっせー、待って、とりあえず住民倒したいけど、まあいいか。いきまーす。じゃあ俺が住民倒しとくわ。落ちてくんのかな住民。残り方や。じゃあ家建てるか。建てるか。ここ広いから、まあここら辺でええんちゃうか。な、どういう家がいい。バク置いて、でそこの中をこう区切っていこう。伊藤が伸ばしてるところ俺も伸ばしたから、めっちゃ大号泣できそう。そんなロマさんいいやろ。まあいいけど、ワック決めないやつをワックと呼ぶんだ。ちゃんとトイレの場所とか作っとこう。トイレのくぼみとか作っとくね。トイレ細か、どこでうんこしても別にいいやろ。じゃあもうあれか、お前んちの前でうんこされて嬉しいか。お前んちの前ってか、これに関しては家の中やからな。家ちゃんと作ったん5年ぶりぐらいちゃう、リアルで。ねえ、ちょ待って、ちゃんとコーナー曲がって、そこ鈴鹿サーキットみたいな複雑さいらんで、別に。ガッタガタやけど。広いか思ったけど、そんな広くはないけど。まあでも広いか、広いな。ガタガタ直そうぜ、ちょっとまっすぐの方がいいって絶対。雑草狩りや。うわ、暗な、あ、待って、ベッド作る方が先やったな。でも夜っつってもなんかモンスターとか湧いてないけど、大丈夫これ。てか多分、他にモンスター湧きすぎて。そういうことね。敵のモブ湧かないんだと思う。そういうことあったよな、一回。うん。一回ワールドぐちゃぐちゃなりすぎてやり直さんかったっけ。やり直した。もうしゃないやろ、これは。苦い思い出やな。アリごときが俺に逆らいやがって。俺に勝てるアリはモハメドアリぐらいだ。で、シロアリさ、こいつらさ、勝手に食い荒らすんだけど、木を。え、それはきつい。え、いえ、木じゃない方がいい説。急遽木造建築中止説あるわ。石の家説。ちょっと、あ、でも分かった。こっちから来てるから。そう、巣潰しといてくれへん、そいつの。発見して。うわ、来た。ブロックごときが俺に勝てると思う。ブロックごときが俺に勝てると。ブロックごときが俺に勝てると思う。ブロックごときが俺に。ほら。見たか、ブロックごときが俺に。害虫です、すみませんでした。あと何お前。どういうこと害虫。見てんだよお前。害虫がすみませんでしたってどういうこと。害虫ですみませんでした。ああ、そういうことね。なんで急に俺に害虫が謝りに来てんの。かっこいい。どういうこと。害虫ですみませんでした。もう理解できひんねんけど。